今日は珍しく研究室の内線でたけしさんから電話があった。チョコレート美味しかったよ。忙しくてお礼の電話が遅くなってごめん。だって高校生じゃあるまいし何をはしゃいでるんだろう私。最近たけしさんとも会っていないからって電話だけで喜んじゃって、結構私って単純よかった、嫌われてたわけじゃないんだよねたけしさん。本当に忙しかっただけだよね。